こんにちは、陽介です。今回もタミヤのドイツ2号戦車、こちらの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、シェードカラーを吹いていきました。今回は基本色、本体の塗装に入っていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回もですね、モデルグラフィックスさんの特集記事を参考に進めていきたいと思います。そちらの記事によるとですね、3種類の塗料を調色して使っていくようなので、私も真似して買ってきました。まず一つ目がですね、ミスターカラーの19番、サンディーブラウンですね。こちらを基本としてあと2色混ぜていきます。2つ目がこちらもミスターカラーの39番、ダークイエロー、まあ、サンディーイエローとも言うんですかね。はい、こちらも混ぜていきます。で、最後3つ目、ミスターカラーの44番、タン過去ライトブラウンですね。こちらを混ぜていきます。まあ、サンディーブラウン単色でもいいとは思うんですけど、こちらにね、ダークイエローを混ぜて、でタンでライトブラウンで少し明るめにしていくようですね。それはですね、この後ウェザリングをしていくと、まあ少し暗くなっちゃうっていうのをちょっと防ぐためもあるようです。で、今回はこちらの3色を調色してやっていくんですけども、調色の度合いはですね、その記事には書いてなかったので、まあ自分の目分量というか、いい感じな好みな色に調色していきたいと思います。では塗装の方やっていきましょう。さあ、早速エアブラシで塗装していきます。最終的にサンディーブラウンが6に対して、大体なんですけども、ダークイエローが2、タンが2ぐらいですかね。大体そのくらいだったと思います。ではその調色した色で拭いていきます。まあ、この車体の部分って言ったらいいんですかね、結構入り組んでるのでなかなか塗装しづらいところもあるんですが、まあ細拭きとか駆使してね、頑張ってやっています。で、先にシェードカラー拭いた部分を潰してしまうと元も子もないので、結構大雑把に残すような感じでやってます。自分の場合ですね、こういった繊細な塗装の場合、集中しすぎちゃって消しがちになってしまうんですよね。せっかく、陰影をつけたところとかなので、結構深めに残しています。で、砲塔の部分も塗っていきます。結構ね、入り組んだ部分とか細拭きで頑張ってるんですけども、なかなかこのエアブラシテクニックと言ったらいいんでしょうかね、まだまだ奥が深いですね。もうちょっとですね、この繊細な塗装ができるように今後頑張っていきたいと思っております。で、最後にですね、本体部分、上の部分も塗っていって、まあ、この後ですね、ちょっと動画には撮ってないんですが、細かい部品も全部塗っています。いや、結構ね、入り組んでる部分が多いので、なかなか塗装しづらい部分もあったんですが、頑張って塗りました。はい、ということで、今回も、まあ、工具というか、もう見ての通りなんですが、今回は塗料のご紹介をしたいと思います。以前ですね、 BB 戦士の SD ガンダムのアーサーガンダムという、ものを作りました。はい、その時に、まあ、基本ベースはエアブラシで拭いて、他細かい部分は水性塗料で、はい、塗装したという動画、 Vlog 的にね、出しております。その時に使った一部の塗料で、このシタデルカラーですね、最近何かと話題の、こちらですけども、こちらのカラーなんですけど、私はですね、 YouTuber さんの、セナスケさんという方の動画を見て、初めて知りました。結構もう2年前とかそれぐらいの前だったかな、セナスケさんの動画を見て、ああ、こんな塗料があるんだということを知りまして、その時にですね、いろんなミニチュアとかいろんなものをセナスケさんは、ペイントしてたわけですけども、
自分もちょっとやりたいななんて思ってたんですが、なかなか地元にですね、その時は売ってるところがなかったんですよね。で、新しい模型屋さんが地元にできまして、そこでこのスタデルから取り扱ってたんで、今日、買ってきました。はい。なぜスタデルカラーかというと、やはり自分の場合塗装場所がですね、どうしても限られてくると。で、この自宅でですね、落下系の塗料とかエアブラシ拭いたりとか、あの塗装物回したりとかっていうのができないんですよね。でもちょっと塗装したいなということで、で以前のね生配信でも言ったんですけども、自宅で塗装をしてなんとかプラモデルの、作るのを早めたいということで、水性塗料の筆塗りを、やってみようと、本格的にやってみようということで、今回スタデルカラーもラインナップに加えてみました。で、以前ねそのアーサーガンダムで使った塗料、こちらになります。今載せてたところにもあるんですが、こちらです。はい、ゴールドですね。うんにゃらかんにゃらなんやらって書いてますけど、カラーの名前、このカラーの名前がちょっとねとっつきづらいというのが、スタデルカラーのある意味特徴かなと思います。ただね、中身見えてますんで、選ぶときはもう見た目で選ぶっていうのが一番いいかなと思いますね。まあ、これ一緒ですね。このゴールド結構良かったんで、買い足しました。結構少なくなってしまったので、こっち買い足したのと、あとはですね、一個ずつご紹介していきます。はい、まず一つ目、ホワイト系の塗料ですね。なんとかホワイトって書いてますけど、私英語がめちゃくちゃ苦手なんで。で、ちなみに知ってる方は知ってると思うんですが、こちらの塗料、イギリス製の塗料です。イギリスの、ボードゲーム、ウォーハンマーというね、ボードゲームがありまして、それのミニチュアに使う塗料として発売されてるみたいですね。もちろん、いろんな、そういうミニチュアだったりプラモだったりって今使ってる人は多いと思います。はい、こちらのホワイトをまず買いました。はい、でもう一つ、こちらはなんとかレッドってやつですね。はい、あ、でですね、ちなみにスタデルカラー種類が結構あって、塗料でも同じ塗料でもこのベースって書いてあるじゃないですか。これが、また一つの特徴なんですよね。ベースレイヤー、あとドライとか、テクニカルとか、なんかそういう塗料にもスタデルカラー一種類じゃなくていろんな種類の塗料があるんで、その辺はですね、私が語るよりかはそれこそセナスケさんのね動画を見ていただくと、詳しく解説している動画があるので、そちらを見ていただきたいなと思います。ということで、こちらね、ベースのホワイトとレッドですね。で、もう一つがこちら、イエロー系のね、はい、なんとかサンセットって書いてある、ありますけどもね、ネーミングセンスがすごいよねこれね。はい、でこう、まあ希釈はなんか振ったりして、やるみたいなんですけど、この結構きれいめなね、うん、日本で言うと山吹色みたいな感じですかね。はい、こちらの黄色も買い足しました。あと先ほど、ご紹介したこちらもベースカラーになります。はい、こちらゴールド系ですね。これがね、結構渋いゴールドになるんですよ。これがまたたまらなく自分は好きですね。はい、これは買い足した分ですね。はい、最後にこちら、ベースではなくてレイヤーカラーというやつですね。こちらの詳しい内容も、セナスケさんのね、YouTube をご覧いただければなと思います。こちらも買い足しました。レッド系の、レイヤーですね。はい、なんて読むんだろうね、これね。英語力がガチ弱なんで、なんとも言えないんですけども。はい。こちら今回買い足しました。はい、ということで今回はスタデルカラーを少し買い足したり新たに買ったりしてみたということをお伝えしました。これからですね、この自宅で本格的に水性塗料の筆塗りを、やっていきたいと思いますんで、そちらの方はですね、私の動画で言うとプラモ Vlog という、種類の動画で、少しずつお伝えできたらなと思っております。はい、ということで2号戦車の本編に戻ります。はい、ということで基本色塗り終わりました。ちょっとね、動画の度合いでは色味が違う風に見えるんですが、こちら
このアップにした動画の色味が実際の色と近いと思います。はい、いい感じにできたんじゃないでしょうかね。私もこういった感じの塗装初めてやりましたけども、いい感じに精度が残ってるので、まあ自画自賛しちゃいますけども、結構いい感じに本当になっているんではないかなと。で、塗装終わった後ね、結構テンションが高めになりましたね。あ、これだけでもこんな感じになるんだと思って。雑誌の記事の特集とかの記事は、なかなかこう自分でも実際にやるっていうことを今までしてこなかったんで、はい。これはちょっとね、やってよかったなと思いますね。まあいろんなね、戦車だけではなくていろんなプラモにも使える技法な感じがしました。で、この後の工程なんですけども、ハイライトを吹いていくという工程になってます。そのためですね、こちら用意しておきました。基本色、調色した色を多めに作っておいて、ハイライトを吹くときにですね、こちらに白を混ぜて、ちょっと明るめなトーンにして、ハイライトを吹いていきたいと思います。そちらの様子はですね、また次回お送りしたいと思います。はい、ということで今回もご視聴くださりありがとうございました。陽介でした。陽介とプラモデルのチャンネルでは、プラモデルの動画や、プラモデルに付随した動画を投稿しております。毎週木曜日には生配信もやっていますので、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いします。それでは陽介でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。